ではかけます。はい、こんにちは、北九州のうなぎやってます田舎の和田と申します。今回は、前回のうなぎのちょっと残り物とうなぎのタレを作ったまたご家庭でもできる簡単なものをやらせてもらいます。うなぎの入った卵焼きを作ります。通常うまきって言います。これまた美味しいものです。前回焼きましたうなぎ、この切れ端の声とかあります。これはねこう刻んでタレをもうちょっとこれそろそろと染み込ましたらより美味しくなる。出汁を取ります。うざく用とうまき用、よく売られているこの出汁パックがあります。 400cc って書いてますから 400cc の水を入れてほっとけばすぐできます。店で使う場合は本当のカツオを削って昆布でありますけど、まあ、ご家庭だったらこの出汁パックで十分と取れます。出汁が出ましたんで、はい、次にほんの少量お塩を入れます。出汁にこの醤油をほんのちょっと入れます。まず卵、これは小さい卵ですが、これだったら4個ぐらい、4個ぐらい入れます。よく混ぜます。出汁を入れます。でこれ混ぜましたら次に油を軽く塗ります。温まりましたら入れます。でこの時にうなぎを全部入れます。で入れて固まらないようにしてうなぎが卵にくっついてきますから、おお、こうやって焼いていきます。これを何回もこうやります。慣れない方はフライ返しで終わりになってもいいと思います。でこれはあんまりいっぱい入れないこと、いっぱい入れたら時間かかりますから、こう少し薄めに入れてこうやって巻いていくんですね。これで卵4個のうまきです。はい、我々はこうやってこれを持ちまして、こうしてサッとしてこれで形を整えてこうで、ご家庭ではこれないからこれで巻いてください。キッチンペーパーでくるくると巻いたら同じようになりますから、形を整えまして、はい、こういう感じになります。これうまき、うまきの完成。うざくを作ります。きゅうり、長芋、みょうが、トマト、これだけは十分できます。このきゅうりは、まあ、通常通りヘタを取ってこれをイボを少し取って、きゅうりはやっぱりねどう見てもこのイボイボが強い方がいい、立ってる方が新鮮で、やっぱり新鮮な方が美味しい。で塩を入れます。あんまり入れたらしょっぱいですから、でちょっと置いておきます。長芋短冊に切ります。なかなかすっきりして美味しいものです。この酢をちょっと入れます。でこれ一滴を落としまして水にこうさらしておきます。こうやってつけておきます。みょうがは、こうしてこうやってアクありますので、これを水に沿ってください。トマト、今日夏ですからこのトマトがたくさんありますから、こういうのも使ってお楽しみになったらいいと思います。今ねこう今揉んでるんですよ。揉んだらもっとしんなりになるんです。笑ってこ
これよく水を切ります。よく切ります。はい、水を切って水を切りますね。今から酢を作ります。醸造酒よりもこの純米酒の方がよりおいしい。酢を大さじ1杯2杯入れます。そして先ほどのだしを大体入れます。前回残していたうなぎの切れ端ですね、これはうざくに入れます。きゅうり、これこれぐらいでいいかな。長芋ですね、これはねシャキシャキして美味しいんですよ。うなぎの量も少なめがいい多めがいい、それぞれ考えてください。夏ですから清涼感になるトマトをよく抜きます。先ほど刻んだみょうが、これをこう切ます。これで、夏のうざくの完成です。はい、豚丼を作ります。前回作りましたかば焼きのタレ、これを応用して美味しいものができます。私の店の田舎庵の、調理場のまかないで一番この豚丼が人気あります。で材料は豚ロースのスライス、それと卵、それとこのネギを刻みネギ、火をつけます。そして油を少々引きます。もうこれ焼けました。で今度はこれをうなぎのタレをかけます。でも少しここに卵、最後にお好みで山椒を振るんです。まかない用豚丼の完成です。これは美味しいです。豚丼うざく巻き完成いたしました。見た感じ、匂いの感じ、大変美味しそうに思います。食べてみます。今日はフライパンにしましたけどね、それでも十分いける。網の上でやった方がよりいいけども、これでも十二分いけます。次はこのうざく、素直に美味しい。きゅうりも、ね、山芋もみょうがも夏の一品としては最高。うまきいけますね。みんな合格。いかがでしたか。じゃあ皆さんも、もっと試していただいてほしいと思います。日曜夜はテレビで情熱大陸。